のりに見えるっしょこれ。プルンプルン。おいしい？わー、サンムズクール。サンムズアップ。だってママが作ってないもん、これ買ってきてくれた。顔は止まらない。伸びてる伸びてる。ほら、かけるのに食べられる。すごくないこれ。ただ問題が一つあります。舐めるとベタベタします。皆さんこんにちは。グッドボタン押して。はい、どうよ。どうも、ジェーンです。テンション高いですが、どうされました？二人とも。クソが出てきたの。こういうこと。今日はまたまた食べられる文房具をやりたいと思います。第2弾です。ゲームバーサス文房具。そう。なんでカホはチーンって顔してるの？眠い。眠いの？あとちょっと。そう、今ね、ちょうど寝る直前にお風呂入ってご飯、夜ご飯食べて、で、寝る前にちょっと撮影してますね。かほちゃん、その猫耳かわいい。にゃんってして。せーの。あ、ね、あ、垂れちゃったじゃん。一品目からやっていきますよ。一品目なんだと思う？文房具、文房具、文房具。どっちがキープかスイッチ決める？オッケー。じゃあ一品目。あ、じゃあカホから。せー、それでいい？カホからでいい？なんかせーのテンションがえらい高いな。もう待ってるじゃん、ずっとパパそこで。のり？うっすら見える。食べれるの？のり分かんない、どっちか。キープ。キープ。じゃあ開けますよ、せーの。まあね、開けますよドンって言っても分かんないんだよね。そうそうそう。え、全く一緒じゃん。じゃあちょっと開けてみようか。せーの。見して。あ、中どうなってる？かほちゃんのはこんな感じ。せいちゃんのは？なんか今揺れてる。せいの方だ。え、海苔じゃん。ねえママ、どっちどっち？どっちだと思う？教えて。かほちゃんこっちだと思う。あ、こっちだ。うん、こっち？ちょっと食べてみなよ、せい。あ、かほちゃんも食べてみて。こっちだ。ゆっくりね、壊れないように。クリームみたいな、プルプル。いや、ちょっと壊さないでよ、食べる前に。ガブリ。食べ方が。なんか食べれなさそう。かんちゃんは食べません。美味しいでしょ。美味しくない？お豆腐？じゃあサムズダウン。サムズダウン。牛乳プリンを入れたんですけど。やだ。海苔に見えるっしょこれ。プルンプルン。それはせいがこういう汚い食べ方したからだよ。甘くない意外に。砂糖が少なかった。うん。あー、ごめん、もうちょっと砂糖入れればよかったのかな。甘くないこれ。そう、牛乳にゼラチンを入れて固めてみました。そういうこと。うん、多分甘くないからだ。
こっちが普通のノリだったんだよね。でもさ、見た目最初分かんなかったでしょ。分かんなかった。すごいすごいでしょ。すごい。よし、じゃあ2品目いこう。お、セーフ、そっち取った。スイッチ、スイッチ。じゃあ開けてください。どうぞー。ボボーグ。ゲーム。まずかほちゃんのが普通のテープ、せいちゃんのがブルーのこれテープ。ちょっと出して、どっちが食べれると思う？食べれない。じゃあせい、これやってみてよ。こうピューっと引っ張ってか、近くに。あ、それは何でしょう。あれ切れちゃった。これはね、ちょっとね、定番のね、エディブルサプスクールサプライ、みんながやってるテープガムをテープに入れちゃうっていう。これ絶対文房具じゃねえだろうって分かっちゃうんだけど、ちょっと定番で面白いかなと思ってやってみました。おいしい？わあ、チャームズ作ればいい。チャームズアップ。だってママが作ってないの、これ買ってきてくれた。はい、じゃあ三品目いきますよ。もうどこどこいきますよ。ピースタン。優しく扱ってくださいって。触んないでって、袋の上から。ちょっと壊れやすいかもしれない。おいしょ、キープで。じゃあ、そーっと開けて、そーっと出してください。せーの。かーちゃん、まだおやつが出てない。せーちゃんから言ってごらん。せーちゃんからね。どういうこと、かほ。いや、なにもない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 。そーっとね、そーっと。定規だって。定規。定規。トローン。せいちゃんのは？じゃあ本物。本物見して。本物で、かほちゃんのが？あれ、なんだこれは？食べてみたい。定規。どっちが本物だと思う？あれ？かほ、そっちが食べれる方だと思う？こっちが食べれる方で、本物だ。そう、食べれるペンでちょっとママこれ書いたんだけど、ちょっと手についちゃうね。じゃあちょっと食べてみてくれる？実際ゼロから、ゼロから食べてみる。ちょっとね、くねくねになっちゃったんだよね。うん、もうちょっと分厚くすれば多分こんなくねくねにならないで棒状になったのかなと思うんだけど、どう？どう？何その顔。美味しすぎる。美味しすぎる。で、見して。これあの前ドーナツ作った時のキャンディーと。そう、マジパン。マジパンで作りました。定規。ちょっとフェロフェロになっちゃったのね、薄くしすぎた。アンジェリーも食べ始めた。それが本物の定規だね。食べれるせいそれ。カホは止まらない。カホそんな、全部いっちゃうの？すごくない？出られる。見て、口の周りが黒くなってるから。4品目お願いします。ポパ、オッケー、それだ。お願いします。さあ、次は何かな。せいちゃん、どっち？キープ。いくよ。せーの。どっちだ？プレード。粘土です。さあ、どっちが食べられる粘土で、どっちが食べられない粘土かな。ちょっと見せてくれる？この匂い、プレードの匂いじゃない？何これ？あっち。あれ？あ、食べれそう。食べれそう。なんか食べれそう。うん。お。
もうこの時点でわかるかな。こっちのプレートすごい綺麗な形してるもんね。こっち出てこない。じゃあ出しましょうか。先生、それ食べれる？食べれる。匂いが感じるプレート。あ、落ちてた。あ、落ちてる。トントンしたら、もうこの時点でアップレードじゃないとバレてる。トン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 。ほんとだ、プレードじゃん。それプレードじゃない？ほら、プレードだよ。ほら、色は違うけどプレードじゃない、二つとも。あれ、あ、ちょっとやっぱ柔らかかったかな。これが偽、これが食べられる方で、これが本物だ。ちょっと粘土遊びしてみてよ、カホも。食べられる方で。何、人作れるの？パパできた。パパができたの、粘土で。食べてみてよ、パパ。じゃあ顔を食べます。パパの顔食べちゃうよ。あ、本当だ。あ、ひっついちゃったね、結構。あ、やっぱ粘土より柔らかいね。難しいんだな、結構作るの。マシュマロスライムなんだよね、実はこれ。伸びてる伸びてる。はい、じゃあラストいきますよ。ラストはなんだろう。鉛筆が空気。どうぞ。どっちが食べられる文房具かな。顔の顔がどこ、何の顔。せーの。食べたかったの？これが普通のペンですね。せいちゃんのは？クッキー。見せて。食べる。これママの力作です。これ食べられるペン。ダメだ、まだ。せーのも書けるじゃん。どういうこと？鼻があって、髪があって、すごい。どういうこと？せー、どこが食べれると思う？それ。ここ？そう、ここ。こちら、長い髪が出てきて。なになに？なになに？すごい感じ。何それ、アセ。飴です。ママが本当のボールペンの芯の周りにちょっと食べられるように飴をつけてみました。めっちゃ食べてる。おいしい。ペン先の方は食べないでね、ペンだからね。何味だと思う、これ。ジェリー味。ブブー。メロン味。惜しい。あ、メロン味。スイカ。ピンポーン。スイカ味の飴でした。美味しいでしょ。ちなみにこの柔らかいところはイチゴ味。ほら、かけるのに食べられる。すごくないこれ。ただ問題が一つあります。舐めるとベタベタします。ちょっとベタベタでしょ、うん、でも美味しかった、うん、せい、めっちゃ美味しそう。見て、カホせいの顔。はい、というわけで今日は食べられる文房具第2弾をやりました。やっぱね、ちょっとね、第1弾の時みたいなインパクトはなかったね、うん、なんかちょっと盛り上がりに欠けたかなっていう感じはしますけど。次はどんな文房具が食べたいですか？わかんない。鉛筆とか。鉛筆。
ボールペンでも結構ねレベル高いからね。グッドボタンとチャンネル登録と通知ボタンさん、ぜひぜひ押してくれると嬉しいです。通知ボタンぜひオンにしてください。じゃあせいちゃんのアメナメ音フェチをしながらお別れしますよ。はい。せーの、バイバイ、また見てね。難しい。じゃあママ帽子作る。嘘でしょ。どりゃー、会えた会えた。嘘、これじゃあ動かない。だってパパの方に買ったんだよ。だってねじろう。ねじろうって言った真似しちゃダメなんだよ。真似したらダメ。全然違うやん。だってこう攻撃するか。攻撃。え、なんで上にやっちゃうの。